鋼の錬金術師、実写バージョン。皆さん見ましたか鋼の錬金術師、実写バージョン。<laughs> ゴミゴミ,ゴミ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 。なるほどね。意見が合うじゃないか。俺もあれは、ゴミだと思うわ。ゴミ。何がゴミだったか言っていいか何がゴミだったか。俺、ホンダ翼がゴミだと思うわ。 なんか、ウィンリー、はがれ見たことないやつわかんないかもしんないけど、ウィンリーっていうね、なんか萌えキャラがいるんだすげえ。同郷のヨシミみたいな。あの、他のやつらはさ、多少、人間である、人間であることはもう確かだけど、ちょっとでも原作に近づけようっていう努力が見て取れたんだけど、ホンダ翼は、がっつりホンダ翼で出てきなかっただわて、ダマーみたいな感じで。それ嫌だろ、それは。俺だ、俺だって大人だからわかってんだよ。 その、漫画とかを実写化したら、さすがに違和感があるんだろうな。それはもう、仕方のないことなんだろうな。っていう思いがあるけど、どこか心の中で、でももしかしたらものすごいに、に、似せてくるかもしれない。ルロケンとかそうだったじゃん。ルロケンとかさ、ケンシンとかさ、全然に、似ても似つかわない感じだったけど、多少は努力してただろう。がっつり本田翼さ、出てきやがった。 どうも、ホンダ翼ですって自己紹介された。ブリーチのルキア。ちょっと待ってみんな。ブリーチ実写化してんのおい。ブリーチ実写化してんの見ます、じゃあ。ちょっと待って。あの、俺ブリーチ相当好きだけど、誰がやってんの口きる気や。てか、まずそもそも主人公の黒崎一護誰がやってんの よ予告見め。予告見るぞ。そう、URL 貼って。あ、福祉蒼太か。まあ好きだからいいや。福祉蒼太は OK。好きだし。予告編、ありがとう。見ようぜ、みんなで。え、見て黒崎一護はいいじゃん。福祉蒼太って。も誰がやっても違和感あるんだからさ。 かっこいいやつ使ってほしいわせめてこの世界に潜む人間の魂おいお護。黒崎い, <laughs> いや違う黒崎いちごじゃねえだろ福祉蒼太じゃねえかよおい嘘つかれましたこれ黒崎いちごじゃありませんこれ福祉蒼太です俺知ってます好きだから嘘じゃん 高校生見。ちげえ、二十四歳だろうがや、二十四歳俳優だろうがや。死神太鼓。ちげえ、嘘つきがや。<笑><笑>ちょっと待って、おい今出てきたのがまさか口きルキアか。これ誰だ。<laughs> お、フォローいい感じじゃん。死神になれ。さまだ死神とない <laughs> <laughs> ちょっと待って、おい誰だこの女。<laughs> おばらいレンジは誰？あばらいレンジ誰？<laughs> いいじゃん なんだっけうーリ竜、竜、竜、え、ウう、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 うざきじゃなくて、こっち、なんだっけクイーンシーのやつ、なんだっけうりゅう、うりゅう、うりゅう、りゅ石田うりゅ石田うりゅおい、チャド・ヤストラ、誰がやってるチャド・ヤストラ、おい、チャド・ヤストラは角田伸和か、加藤淳二かだよな、なあ、おい、チャド、誰がやってるチャド、俺、使え、チャドに。 チャド出てこねえのおい、バカふざけんな。チャド出てこねえってどういうことだよガチでチャドのリュレイアつけてんじゃねえかよ。こいつ誰この田舎ペ大将。く <laughs>、誰杉咲花ちゃん。 口ける気やらしい <laughs> なんちゃさもうさ分かった俺がじゃあ映画界にもう教えてあげるわネットネット民代表でもう困ったら石原さとみ使えもう困ったらやつだったら何とかしてくれるから困った時は石原さとみ使えそしたらかわいいな似てないけどあいつかわいいなってなるから困ったらさとみを使えあ<っ>吉沢亮じゃん俺吉,吉沢亮めっちゃ好きだよ顔かっこいいからルキア まあこれはする人か。俺、朽 <laughs> 木白夜とかも出てくるんだ。<laughs> おい、佐藤康虎は誰なんだよ。だ俺使えよ、バカがや。主人公俺にしろ。俺ちょっと声真似できるんだし。<laughs> なるほどな。え、これってさ、もう、ん ?7 月にじゃあわっこれ見に行くわ。 これ見に行きます。見に行きます。これは。こればっかりは見に行きます。加藤純一映画評論家が。<laughs> ま、ちょっと話が脱線しまったけどさ。あの、5段階で評価しとくわ。鋼の錬金術師。俺鋼大好きなのね、マジで。なんならジャニーズも好きだから山田とかも好きなの。それ込みで、ひいきめで見て、星ゼロ。あの作品を、 まあ、あナンバーグランド花月で流れてたら星2個だな。星2。新喜劇として見れば星2。その他だったら1。見なくていいです、あの映画は。<laughs> しかもなんかその評価レビューみたいなの見てたら、あのー、放映日前日に星5個みたいなのがブワー だって、ジャニーズのなんか圧力みたいなので、レビューが、ヤフーの映画レビューみたいなのがものすげえ星5で埋め尽くされた後に、星0が100個ぐらいダーって並んでて、ちょうど半々で星2.5でした。民意は0。ジャニーズの総,総評としては5。だったらしい。だからもう困ったら、石原さとみ堀北真希あと小栗の使えもう、ちょっと気を照らうな。 で、なんかその監督の言葉みたいなの見たんだけど、ハリウッド超えましたみたいなこと言ってて。<laughs> 俺一個言っとくわ。ハリウッド超えてなかった。ちゃんと。冷静になれ。ハリウッド超えてなかった。全然。